はい、こんばんは。そしてお久しぶりです。で、まあ、1ヶ月ぶりですね。ちょっとやばいと思って動画撮りました。ネタはないんですけれども、ネタないのに撮るっていうね、本当にネタないんですよこの頃。本当に本当にネタがない。本当にネタ欲しいよ。でもうすぐ冬だっていうのにまだ扇風機があるっていう、あんまり使ってない。そろそろ今日買ってきたセブリで 0.4 と 0.5、 赤と黒で、家と、自転車で、学校抜けた箱の買ってで、財布2万1000円です。まあここ以上は買えるべきと。ちょっとね、映っちゃってんな。うん、やっぱりちょっとね、今のとこは見えてないんだけど、まあこの有限会社気楽サポート見に行くか。見えた。自動車改装業なんていうんだよ。有限会社気楽サポート自動車改装業、まあ、名前まではちょっと見せれないんですけど、ね、なんか急にピントが合うようになったの。さっきまで全然合わなかったのに。で、まあこの下がちょっと中学校の時の、まあ、知り合いの名刺なので見せないでおきます。まあ、相変わらずの iPod たちです。で、これ見えるんかな。どうやったら見えるかな。ここにこうひび入っちゃってるじゃないですか。で、だいぶと前なんですけど、一回落としてしまって、まあ、これ、保護ガラスなので、本物のガラスじゃないんで大丈夫なんですけど、見えないなぁ。どうやら見えるかな。まあ、言ってみれば、こう入ってたのが、またこっちにもこう入っちゃったんですよ。今こうなってますけど、こっちにも入っちゃって、まあ使えてはいるんですが、あ、ちょっと見えたかな。ここちょっと割れてるの見えますよ。こうちょっとね、割れちゃいまして、あんまりなんもないんですけど、まあこの辺で一旦止めておいて、なんか知らない間にチャンネル登録数がなんか5名に増えてて、前より3名かな増えてて、結構なんか嬉しいですね。ありがとうございます。で、他に何かあったかな。多分なあったわ。で、あげてはなかったんですけどね、アマゾンでこの、まあ、Bluetooth のこのブルースタジオ、元ね、1万くらいかな、の、ヘッドホン、Bluetooth 8で、有線化のタイプ。これを、購入。で、これ、オーディオテクニカ、私の愛用ブランドですね。イヤホンとかの。まあ、出すとめんどくさくなるんで、やめとくんですけど、これ新型なんですよ。で、旧型が、こっちで、まあ、オーディオテクニカって書いてあるのは書いてあるんですけど、ちょっとすれてね、気かけてるんですけど。
前の方はまだ潰れてないんですが、なんて言うんですかね、耳に刺すところって言ったらわかるかな。まあ、イヤホンの、本当にイヤホン部分ですよね。あそこの部分がちょっとの独特なんですよ。本当に独特、どういう独特な、どう伝えればいいかわかんないんですけど、ちょっとオーディオテクニカの、ソールドバズっていうイヤホンなんですけど、ちょっと独特なんですよ。でちょっと独特なので、なんて言ったらいいんですかね、こう折れちゃったんですよ。まあ、聞けるんですよ。イヤホンが折れたわけじゃなくて、その独特の部分がちょっとポキッと、いっちゃいまして、これはやべえ、これはやっちったと思って、で一回あれ見てみたら、あれ思った以上に、まあ潰れたかと思ったら潰れてなかったんですよ。でまあこれがね、通学途中にね、急に断線と言われたら怖くなってきたので、これと同じ型を買いに行こうかと思ったら芯を立ててて、この肌触りも全然違うんですけど、まあ、こっち紐で締めるタイプですけど、こっちなんか、なんていうの、マグネットっていうのか、食品のフック閉じるようなタイプで、これ言ったのかな、ゲーミングヘッドホン、キングトップで、まああんまり開けてないけど、うちの家族で使ってる金用 iPod、 まあ大半私が所持してますけれども、電源入ってないかな、入ってないね。電池はあるんだが、学校のため使うとき以外は電源を落としてますので、目がつかないですね。で、ビーター。で、モバイルバッテリー。かな？あ、で、ちょっと待ってね。なんか今通知切って、あー。強い雨、1時間35ミリ。あのね、ヤフーの防災速報のあれをちょっと見てたんですが、なんか警報みたいな通知が来ちゃって、なんだと思ったら大雨の通知でしたね。え、朝の7時に大雨洪水警報出てくれれば休みなんですけど、そうなんかいかないね、つらいよ、仕方ない、頑張ろう。頑張るしかないんだよね。で、まあまあいろいろありながらも頑張ってます。生きてますからね、一応生きてますからね。ということで以上です。次いつ開けるか分かりません。またなんかネタできたら、あ、それが伝えとかないといけないです。コンストラクションシミュレーターサブチャンネルで動画上げてるんですけど、ユーロトラックシミュレーター、まあ、言ってみれば ETS2 ですね、始めまして、動画を撮ろうと思って Windows の録画ソフトを開いたと、 Windows のキーとで G で録画できるんですけど、コンストラクションがなんか録画できなくて、録画ができなくて ETS2 だけ、コンストラクションできるんですけど、でコンストラクションまんまやってないし、 ETS2 のために G25 のハンコン、ミッション付きのハンコンをハンド
ハンドルコントローラーですかね、正式名称を購入しましたので、まあ ETS2 にハマっております。で ETS2 の動画はちょっと上げれないんですが、まあ、まあご了承ください。まあ三脚を立ててやるっていう方法もあるんですけどね、まあまたそこはちょっと考えていきたいと思います。でも録画ソフトは入れる気ないので、まあちょっと考えますね。以上です。しんどいです。